日本兵庫県神戸市長田区蓮池町蓮池町は兵庫県神戸市長田区の町名。1973年までは隣接する大谷町も蓮池町に含まれていた。当地には昭和初期まで実際に池があり、蓮の池、蓮池と呼ばれていた。これは奈良時代の仏僧業機が農業用に作ったため池だと伝わっている。池は浄土にあるという、 八ち独水を模していることから、蓮の池と称した。古代の旧山陽道は、この蓮の池の南岸を一直線に通じていた。中世になると、海側に市街地が形成されて、山陽道もそちらを経由するようになった。行記は、蓮下寺も創建したとされており、蓮の池を造成した時の木材の余りで、作ったという外場十基があった。昭和期に、 蓮池町から分割された大谷町には、そのいた外葉を伝える上福寺がある。明和年間の資料では、当地の最大の寺だったとされている。上福寺は他にも蓮華寺の遺物を所蔵している。平家物語では、一の谷の戦いに敗れた平重平についての記述の中に蓮の池が登場する。また、太平記では、港川の戦いの舞台の一つとして登場する。 それによると、楠木正重の軍勢から逃げる足利忠義を守るため、忠義の家臣、薬師寺十郎次郎が、は水池の包みで、古軍奮闘した。兵庫県立文化体育館、大正時代から池の埋め立てが行われ、1921年に、神戸市の町名として、は水池町が設けられた。神戸市、林田区を経て、1945年からは、 神戸市長田区蓮池町となる。また、蓮池町の一部は分割されて、大谷町となった。この間、1932年の時点で、池は完全に埋め立てられて消滅している。埋め立て地には、市民運動場が設けられ、神戸市民運動場野球場、市民プール、体育館などがあった。野球場の片隅には、蓮の池の後の石碑が置かれていた。現在は、 西大蓮池公園、兵庫県立文化体育館などがある。蓮池町の南側に、兵庫県道21号神戸明石線が通り、地下に、阪神高速3号神戸線、山陽電気鉄道、阪神電気鉄道が通じている。神戸時和大学、ありがとうございます。